ガスパール・モンジュ、ガスパール・モンネ、1746年5月9日から1818 18年7月28日は、フランスの数学者、科学者、工学者、貴族、エコールポリテクニックの創設者。今日知られる、微分幾科学を開発し、曲面方程式や曲線の微分方程式から三次元空間への曲面曲立線の概念を導入して、 基化学的形状を解析するなど、微積分方面による局面の研究で知られる。従来から製図で使用されていた画法幾何を、ジラール・デザルグの定理やパスカルの定理に基づく、遠近法を研究して、三角法や、射影幾何学、図学という学問、学術にする体系再編に貢献し、この画法幾何学をベースにした解析手法は、応用力学にまで取り入れられて、 構造解析の、また、投資画法や、投影図法が、現在も、製図法の骨子になっている。当時の土量工を確立したほか、モンジュアンペールの方程式や、軍論や、輸送最適論などの研究などでも知られる。軍事技術関連では、大砲鋳造や、火薬製造法などを開発している。フランス革命当時、海軍大臣、元老院議長を務めていた。 バレ大学にガスパールモンジュ学院、またきっての肖像画のほか、フレンチライラックやバラにも名が付けられた花がある。フランスのブルゴーニュ、コートドール兼ボーヌで、ジャックモンジュの子として生まれた。ジャックはサボバ出身者で、行商人から弁護士となった。ボーヌのオラトリオカイコレージュで、弟、ルイ、ジャンと共に学んだ。ルイは1785年に行われた。 ラペルーズハックの探検に同行した人物である。10歳で、リヨンのコレージュに入学。19歳でメジエール公兵学校の別科に入学し卒業。1768年から1780年まで、同行の数学教授。1770年から1780年まで、物理学教授。1780年、ソルボンヌ大学の水理学担当教授に就任し、 同年パリ科学アカデミー会員にレスする。1784年には世界で初めて二酸化用の液化に成功する。1794年、エコールノルマル教授。1795年には、エコールポリテクニック校長に就任した。門下に、ラザール・カルノー、ジョゼフ・フーリエ、ジャン・ウィクトル・ポンスレ、シャルル・デュパンダがいる。 1798年のナポレオンのエジプト遠征にも同行し、カイロのエジプト大学設立に参加した。この時、砂漠の高軍時に悩まされていた新規楼の原因解明を後に行ったことがよく知られている。1799年、著書画法幾何学を1804年には解析学の幾何学への応用を刊行。 1989年12月、彼の遺体がパリのバンテオンに移された。ありがとうございます。